はいどうも GOGOTV です今回はこちらダイソード仮面ライダーエグゼイド1番仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2クロスアーマーセットと2番アクションボディセット3番仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2クロスアーマーセットと4番アクションボディセットを作って遊んでいきたいと思います今回のこのダイソードなんですけどイオン系列のスーパー限定で販売されているものとなっております ですので、発売開始からもうすでに争奪戦が始まっておりまして、もう大体どこの店舗に行っても、このアクションボディーセットが駆られてて、で、あっ、ダイソードあるなと思って見に行くと、大体この仮面ライダーエグゼイトのクロスアーマーセットと、仮面ライダーブレイブのクロスアーマーセットだけが残ってて、アクションボディーセットがなくて、これどうやって遊べばいいのっていう感じの状態に陥る感じになっております。まあ、そらくそういった感じの方、多々見えると思うんですけど、まあ、僕もその一人でした。ただ、ようやく、 6店舗か7店舗目回ったときにまだあの開封されたばっかりと思われるワンボックスが残ってたんですけどもうその中にもうすでに仮面ライダースナイプのクロスアーマーセットとアクションボディーセットはなくてハンターゲーマーの AB も抜かれておりました <laughs> あ全部パンパン詰まってると思って見たらまあお店の人がやったのかわからないですけどこの仮面ライダーエグゼルのアクションボディーセットとこちらが2つ後ろの方にポンって置かれてた感じになっておりました ですので、まあ、ハンターゲーマー AB と仮面ライダースナイプは、まあ、ちょっと動画にできるかわからないですけど、まあ、買ってくることができれば動画にしようかなと思っております。まあ、ちょっと今回みたいにガチで探しに行かずに、まあ、たまたまイオン系のスーパーに行った時に置いてあれば買ってくるっていうような感じにしたいなと思っております。はい、もう本当今回はもう大騒動だけに大騒動だったっていう、まあ、そういった話です。まあ、そういった話はさておき本題に入りたいと思うんですけど、一応まあ、今回の大騒動の変更点なんかはこちらに。 ソード仮面ライダーエグゼイドのステージ1の仮面ライダーエグゼイドと仮面ライダーブレイブもちゃんと用意してありますんでまあこちらの2つとまあ今回こちらの2つを比較していきたいなと思っておりますんでまたよろしくお願いいたします一応まあ開封前にざっと分かっていることを言いますと値段が40円定価が高くなったってことでまあその高くなった分塗装箇所が増えたってことですねまあ細かいところで言いますとアクションボディセットであればこの後ろがここがちょうど シール部分になるんですけど、まあ、ここの塗装とか、まあ、この辺のラインの塗装がしっかりされているって感じになっております。で、武器なんかも、まあ、ちゃんと塗装部分が増えてシール箇所が減ったっていうような感じになっているみたいです。で、後でまた開封してからじっくり見るんですけど、一応まあこちらの箱にも書いてありますけど、全身20箇所アクションということで、ふ、まあ、普段の騒動は全身17箇所アクションだったんですけど、今回の大騒動は 17箇箇所所とということで3箇所増えました、まあ、主にどこが増えたかって話をしますと腰可動とあと手首のここがまあ固定だったんですけどダイソー動は手首も2箇所回るということでまあ手首2箇所と腰1箇所ということでまあ3箇所プラスされて全20箇所可動ということで結構この腰可動が加わることによってやっぱポージングのつけ方なんかもすごいあのつけやすくなったりとかまあちょっとあの派手なポーズ取ったりもできるんでまこの腰可動はすごい大きいんじゃないかなと思っております では早速中身取り出していきましょうはいでは早速開封していきたいと思いますまずは1番からいきましょう順番にいきましょうかでまあ一応先ほどあのラインナップはあの大まかに言いましたけど一応こう裏にラインナップが書いてありますんでまあこの1234は今回1を買ってきておりますね5番からいきましょうか仮面ライダースナイプのシューティングゲーマーレベル2のクロスアーマーセットで6番が仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル2のアクションボディセットで7番がハンターゲーマー A と 8番がハンターゲーマー B というような感じのラインナップになっております。まあ、箱の裏はこんな感じで一応パーツが全部描かれておりますね。まあ、細かいこういう塗装分も増加し、よりグレードアップ。ガシャコンブレーカーは各モード1個ずつ付属ということで、そうなんですよね。今回武器がちゃんと2つ付いてる感じとなっております。はい。では、開けましょう。さあ、これ楽しみですよね。すごい今回苦労して手に入れてるんでね <laughs>。なお一層楽しみでしかないですね。では、精度はどう おお <laughs>、あ台座ついてるんですよね、今回そういえば。お <laughs> あやっぱ、あれですね、こう、胸部のこの、胸のアーマー部分なんかも、やっぱ全然違いますね。ちゃんとなんかちょっと、シルバーメダリックっぽくなってますもんね。で、ちゃんとガシャコン、ブレーカーも、塗装ですね。ちゃんとここ塗装されております。 で、なんかシールの目が、なんかより劇中に近づいたっていう感じになってるんで、またちょっと後でこれ貼ってから見てみたいと思います。ガシャコンブレーカーここもちゃんと塗装ですよ、ね。ハンマーも叩く部分。<laughs> で、このなんか、ここもピンク色の塗装が入っております。おー。これはすげえな。<laughs> 台座付きってのはやっぱ嬉しいですよね。で、あとはいつものラメ入っております。 ではアクションボディセットこれが楽しみですよね <laughs> これが最強に楽しみなんですよほんとこれ苦労しましたからねさあご対面しましょうかせーのと <laughs> いやいいっすねこれほんともうあのエグゼイドのこのアクションボディセット何回も作ったことある人なら分かると思うんですけど ここのシール、めちゃくちゃ貼りにくいんですよ。貼りにくいっていうか、まあち、ちょっと後でお見せしたいと思うんですけど、この部分とかなんかどっちがが絶対ちょっと僕シール貼るの下手なのかわからないんですけど、ここがどうしてもシワになるんですよね、ここの部分って。なんでやっぱここを塗装にしてもらえるのは本当にありがたいです。あと、この辺なんかもちゃんとシル,バー,メシルバーメッキ、<laughs> シルバメッキ、シルワメタリック、シルバーメタリックになっておりますね。おお。あと変更点は あ、ここもそうですよね。この、ちょうど、膝から下のこの部分もシルバーメタリックになっております。とりあえず気づくのはそんなもんかなあとこの辺はちゃんと、なんか、こんなモール入っとったかな <laughs> いやー、これはテンション上がりますわ。はい、では次は仮面ライダーブレイブ行きましょう。ちょっとあの、開ける前に興奮しすぎましたね。 <laughs> あのちゃんと開けてからじっくり見ましょう <laughs>。袋越しに見てもあのちょっと見にくいと思うんで、ちょっとざ,ざっと開けてきますね。では、どう仮面ライダーブレイブの、<laughs> いいですね。この、ガシャコン、何でしたっけガシャコンソード <laughs>。ガシャコンソードもちゃんと、この炎モードとこの氷モードで、ちゃんと一本ずつついてるんですよね。で、あと、この、 シールドもちゃんと芯、ちょっと変わってるんですね、今回。またあとで比べてみたいと思います。はい。では、最後、アクションボディセット。いやー、これ楽しみですよね、アクションボディセットどド <laughs> すげえなーこれ、ほんとシールじゃないのがほんといい。いやー、かっこいいなー、こんな風になるんですね、ちゃんと塗装すると。うん。まあ、こちらも、多分エグゼイトと一緒ですよ、ね。 このすねから下がシルバーメッキになってシルバーメッキじゃなくてシルバーメタリックになっておりますであとまあ目のパーツも目のパーツじゃなくて目のシールも新規造形になっているって感じですはいでは取り出してちゃんと見てみましょうはい全部取り出したらこんな感じになりますとりあえず比較はシール貼りやって パーツを装着してから比較していきたいなと思っておりますので、とりあえずまたシール貼り終わったら、こちらにポンという,うな感じに出していきたいと思います。はい、シール貼りが終わりました。で、ちょっと先ほどあの、こちらのアクションボディセットを開封した時に、ボソッと言ったんですけど、あのここのところにあのちょうどライダーゲージのモールドがされてたんですけど、一応この騒動の方もちゃんとされてますね。ただ、ダイソー動の方が若干、この彫りが深いんで見やすい感じですけど、ちゃんと。 普通のソードの方もちゃんとこういう感じでモールドはされております。はい、こんな感じですね。で、あと今回の,あのシール貼りのまあ変更点としては、先ほどこの目のこのデザインが若干下痢中に近いとは言いましたけど、あとこの手首パーツが稼働することによって、ここのシールが前のやつはつながってたんですけど、今回はこちらの腕からこの上の部分と下の部分で分割してる感じですね。 ちょっとこんな感じで見比べて見えるかなわかるかなちょっとわかりにくいですけど一応こんな感じで分割されてる感じになっておりますね今回は、まあ、シールは変更点としてはまあそれぐらいかなそうですねあとはえとガシャコンソードのこれもシール一体化してたんですけどもう今回はこの炎モードとこの氷モードの部分が もう完全に塗装でされてるんで、この真ん中のこの部分ですかね、この部分がシールになっておりますね。これ両方、両面ともこういう感じでシールになっておる感じですね。それぐらいかな、シールの変更点は。あ、で、あと、この仮面ライダーエグゼイドのレベル1のこのフェイスパーツのここの部分なんですけど、ここが前のやつは、これが普通の創動なんですけど、ここがあのグリーン、メタリックグリーンだったんですけど、今回こんな感じで。 黒色になりましたねここくらいかなシールの変更点としたらこんな感じになっておりますではもうこちら装着して比べてみましょうはいではクロスアップが終わりましたんで見比べていきましょうではまずはエグゼイドからいきましょうこちらがダイソードこちらがソードステージ1のエグゼイドですねとりあえずまず、ね、注目すべきところはこの 目のシールの変更点ですよね。こちらがダイソードなんですけど、目が丸っこい感じになっておりますね。でこちらが、ちょっとあの、何ですか、角張った感じというか、ちょっとこう、クイッと感じになった感じになってますねで。こちらはちょっと丸っこい感じで、角がない感じですよね。こんな感じになっております。で、あとはまあ先ほども言いましたけど、この腕の部分と、 あと、アーマー部分が、こちらがシルバーメタリックに対して、こちらマットなシルバー。まシルバーでもどっちかでグレーっぽいような感じになっております。あとは、顔もそうですね。顔もシルバーメタリックとグレーな感じですね。ードの方がグレーな感じになっております。今ちょっとこちらレベル1フェイスは、あの、 レベル1用に、普通に目のシール貼っちゃってるんで、まあちょっと比較しようがないんですけど、こんな感じですね。で、あとはああ <laughs> で、ああとは、まあ、こちらはずっと行っておりますが、まあこのラインの部分が、このラインの部分がダイソーの塗装になっておりますんで、シワになる心配がないと。で、あとは、この腕のアーム部分の、ここも、そうですね。 広がっちゃいますねメッキと普通のグレーって感じあとはこの膝のとこもそうですね膝もこんな感じほんとこう比べるともう全然違いが分かりますねであとはガシャコンブレーカーのシールと塗装と前指ボタンはどちらもシールになっておりますそれぐらいかなあとはちょっとこちらのソード1回 動 <laughs> かさせてもらうんですけど、あとはまあ腰可動がしますって感じですね。で、まあ、こういう感じで引っこ抜いて、まあ、分割することもできますっていう感じですね。でも本当腰可動があることによってほんと同じポージング付けでもやっぱ全然違った感じに見えますからね。一応先ほど同じポージング付けてたんでちょっとまあざっとですけどやってみたいと思うんですけどちょっと腕か、こんな感じかな。 まあ一応同じ感じのポージングはつけてはいるんですけどやっぱ腰可動があった方がなんかより立体感が出るというか様になった感じがしますんでやっぱこの腰可動と手首の可動はすごい大きいんじゃないかなと思いますであとはガジャゴンブレイカーハンマーモードなんですけどまあこちらも先ほど見たんですけどまあこんな感じですねここの塗装が追加されたって感じになっておりますでは次はブレイブを見てみましょう では次はいで次仮面ライイダーブレイブレ見ていきましょう、まあ、変更点としてはそこまでエグゼイドと変わりはないんですけど一応こちらの左手が今回ダイソードで右手がソードですねやっぱ目の部分がちょっと違いますよね若干大きくなって丸くなったって感じですね正面から見るとこんな感じですね若干なんかソードの方がいかつい感じでダイソードの方がちょっと丸い感じになっております で、あとは、ま、顔の部分の、この、この部分が、メタリックとグレーと。で、胸部パーツも同じですね。で、あとこの膝のところのパーツも一緒ですし。で、あとは、ま、このガシャコンソードの、この、塗装部分ですね。一応これは今氷モードつけてますが、これは、ま、リバーシブルのシールになっております。で、まあ、ちなみにガシャコンソードの炎モードはこんな感じになっていますね。はい。こんな感じになっております。まあ、先ほども言いましたけど、この真ん中の部分は、 シールで再現されている感じになっております。で、まあ、ブレイブが決定的に違うところは、このシールドパーツなんですけど、こちら見ていただいて分かるように、まあ、ダイ大ードの方がより劇中に近い感じのシールドになっております。はい、こんな感じですね。これ逆につけてるかな、僕 <laughs>。ちょっと待ってくださいね。ちょっともしかしたら逆かもしれないですね <laughs>。でもまあ、どうしてもこっちが。 反対にななってるだけけんですけどまあこの部分がまあ全塗装されてるに対してダイソードはこの部分がちゃんとあの塗装省かれてる省かれてるというかまこれが劇中に近いんでまあこういう感じでちゃんと再現されているんでまあこんな感じになっておりますねまあここが大きく変わったところですねグレーブのあとは特に変更点はないですねあとはまあエグゼ e ド同様腰角が増えてたんでまあその分ポージングがつけやすくなったと。 まあそういった感じになっております、はい、ただ僕はあの腰角を増えたのはいいんですけど腰角をあの使ったポージングをつけるのがすごい苦手なんですよね。なのでまあ一応今から、えっと、まあこのソードの2体はちょっとどかしてこちらのダイソードのエグゼイドとブレイブでちょっとポージングつけてみたいと思うんですけど、まあ、ちょっとうまくポージングが取れるかわからないですけどやってみたいと思います。 はい、ではまずは仮面ライダーエグゼイドからいきましょう。通常のタッチポーズはこんな感じになります。はい、パッケージの裏に乗っているポーズがこんな感じになります。ガシャコンブレーカーを装備させるとこんな感じになります。はい、あとは腰角を使ったこんな感じの斬撃ポーズを取ることもできます。はい、専用台座を使えばこのような感じでライダーキックを出すこともできます。ちなみに参考はこちらを参考にいたしました。 まあ若干違いますけど、ちょっとオリジナルを組み込んでみました。はい、では次はブレイブいきましょう。まずは普通のタッチポーズ。タッチポーズからのファイティングポーズ。ブレイブの振り向きポーズもこんな感じで取れます。はい、こちらのブレイブも専用台座を使うことによって、空中戦のポーズを取ることもできます。はい、最後はこのような感じで腰角を使ったポーズを取ることもできます。 はい、ということで今回はダイソード仮面ライダーエグゼイドの1番仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2のクロスアーマーセットと2番アクションボディーセット3番仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2のクロスアーマーセットと4番アクションボディーセットを作って遊んでまいりましたもうダイソードは本当すごいですねもう本当発売してすぐになんか争奪戦が起きる理由がわかりますもう本当このパーツのこの胸部パーツとか顔のパーツとかここの膝のパーツとかもまあ全て シルバーメタリックになってやっぱ相動のものと比べてみるとやっぱり全然違いますしで可動箇所も腰が可動しますし手首の2箇所も可動するんでほんとこんだけ動けばすごいですしもうほんと塗装箇所なんかもほんとここのすごい貼りにくいこの裏の部分ですねこの張りにくいところなんかも塗装してくれたことによってほんとあのシワなんかもできることがないんでこれはもうほんといいですねもう全部 もうこれからの騒動も本当、ちょっと値段高くしていただいてもいいんで、うこういった感じで、あの、なるべく塗装していただけると、僕、個人的には嬉しく思います。本当、でもシール貼るの苦手な方にとっては、シールも、まあ、以前の騒動よりも全然少なくなってるんで、まあ、そういった意味でも、まあ、本当、ありがたいもんじゃないかなと思います。そういえば、ちょっと一つ言うのを忘れてたことがあったんですけど、このガシャコンブレーカーのこの持ち手の部分なんですけど、こちらが、左手が、 騒動で右手がダイソードのものなんですけどダイソードの方がこんな感じでグレーの持ち手の色になっておりますねでこちらのブレードモードの方もそうなんですけどちょっとこちらも1回ちょっと戻ってこちらのブレードモードの方に関してもこんな感じでダイソードの方は持ち手部分がグレーの色になっておりますほんとこんな感じでダイソードは結構細かいところまでいろいろと行き渡っておりますんで僕は お勧めいたしますただ、イオン系列のスーパー限定販売ということになっていますので、まあ、生産数もおそらくかなり少ないと思いますし、やっぱそういった感じで争奪戦もすごい起きてる感じなので、もし興味があって見つけたら、即買いすることを僕はお勧めします。で、まあ、僕自身もスナイプとハンターゲーマーの AB がまだ入手してないんで、まあ、こちらも手に入れることができれば動画にしたいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。